ただ違います。この春は、いや、これからは単発です。それでは。ちょっと編集雑すぎるな、これ。これね、彼女と、彼女と、遊びに行くときに、俺が毎日エレベーターの前で撮る、白髪じゃねえよ。どこだよ、白髪。え、お前めっちゃ短いからね、ほんとに。いや、違うって、めっちゃ短い。だって、前髪ここだよ、前髪。前髪ここだよこれライト。デヴィ夫人みたいにスポットライト当たってんだって。いや、髪真っ黒真っ黒。髪真っ黒だよ、俺今。真っ黒。髪真っ黒。いいよなこの長さ。女が思わず。短くないこれ。いや、襟足ここだよ。いや、黒黒黒、普通に黒。黒黒。佐野元春。誰だっけねえ、これ。2ブロック。思いっきり刈り上げてっからね。いや、お前、俺言っとくけど、前髪ここまでだったからね。3年前。3年前のうんこちゃん。3年前のうんこちゃん、ここまで前髪だったからね。すげえよな。佐野のウィッグに似てる。確かにちょっと意識したわ、正直。ああいう無造作をちょっと、意識した、正直。意識しました。後ろ切った、いや、もう、短いんだじゃないこれ、ね、ダウンのなんかこのさ、俺ダウン着てんだよ、この時。で、エレシここだよ、だって。どんだけ刈り上げんの、お前ら。キモいわ、カツオみたいな髪型してんだろ。エレシここだよ、顎がここだよ。エレシここだよ。どこが短いの？そう、いや、エラもスッとしてんだろ。首周りの肌汚くなっちゃう。なんか、それは映りだろ。こんなくすんでてわかんねえだろ。これで毎日、いや、これね、彼女と会いに行くときに、なんかちょっと、セットしよっかなと思って、この背景なんなんこの青さ、これいいだろこれね、ちょっと俺の中で CM 撮影みたいな感じで、いつもね、必ず通る、場所があるんだけど、そこのエレベーターで一人乗るときは必ず写真撮るの。あれだな、自分磨きだな。ブルーボックス。え、正面写真じゃないよ。これエレベーターの中。これ1畳ぐらいのめっちゃ狭いエレベーターがあんの。いや、これで長いって言われると思わなかったわ。やっぱりなんか世間とのズレを感じたね。うん。世間とのズレを感じた。俺ね、めっちゃ短くしたの。もうね、会社の人がびっくりしたの。え？誰か気づかなかった件みたいな。誰か気づかなかった件についてみたいな。え、そうだよな！分類するとショートだよな、これな！前髪ここだぞ！前髪。じゃあ色真っ黒なんだよ、髪の毛俺。なんか、確かにこうやって見ると茶色く見えるな。え、みんなのショートって何？ゆいがみたいな感じ？おめえらのショートって。じゃあ教えてよ、逆に。お前らのショート。ああ、それがあれか。そういう、あ、ホンダとかね。なるほど、なるほど。いや、それはさ、顔ちっちゃい人しかできないじゃん。ジャンマンとかでしょ？向井治とか俺の方が短いから、絶対。向井。そうだよね。ファッション雑誌言うとショートだよな。20代後半だったら別にこんぐらいありでしょ。ねえ、ちょっと、なんつう、チャリンコで吹っ飛ばしてきたらこんぐらい、襟足なびくだろ、後ろにシャ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 ンつって。そうだね。チャリンコで吹っ飛ばして乗ってりゃこんぐらい髪なびくべよ。なびくべよとか思いっきり、自分の地元の方言が出たけど。なあなあ。いくよ !5、4、3、2、1、じゃあ投票締め切りました。は、めちゃめちゃいいじゃん !44.9% だよお前、要は3000万人が俺の髪型かっこいいと思ってんだよ !3000 万人、男の。3000万人だよ !3000 万人。すごくない ?3000 万人。いや、じゃあもっとだよ !6000 万人 !5000 万人が、俺の髪型かっこいいと思ってんだよ統計取ると。いや、なんかね、こういうなんかね、統計は2000人以上のところで取ると、なんかちゃんとした、あれが出るんだって。ほら、5000万人大体。